オーダー受けたまわりました。モンブランの助力を得てノックアップストリームを捉え、麦わらの一味は無事空島へ到達した。スカイピアと呼ばれるその国はゴッドエネルが支配する神の国だった。エネルは聖地アッパーヤードのどこかで空の民を常に監視しているという。一方エネルと敵対する別の勢力もあった。彼らはシャンディアと呼ばれ、先祖伝来の地であるアッパーヤードを取り戻すためエネルに戦いを挑み続けていた。そんな状況下、スカイピアの兵に不法入国の罪に問われたルフィたちは天の裁きを受けることになるのだった。ちょっと待って、何これ、何なの。どこかへ連れてく気だ、俺たちを。見てみろ、大変だ、メリー号が連れて行かれちまうぞ。何さ、ロビンちゃん、これぞ天の裁き。不法入国の罪を犯したお前たちは禁断の聖地アッパーヤードにいる神官たちの手で裁かれるのだ。おい、あいつらどこに行ったんだ。奴らの行き先は生贄の祭壇。助けたければアッパーヤードで試練を受けるしかない。仲間を返してほしけりゃ島に入ってきやがれと。まあでも神官ってのをぶっ飛ばしゃいいんだろ。お前たちに勝ち目などあるものか。何より島にはゴッドエネルもいらっしゃるのだ。うるせえ、まとめてぶっ飛ばしてやる。行くぞアッパーヤード。政界人が紛れ込んだか。好都合だ。神官どもを叩き崩すなら今しかあるまい。いや何やら騒がしくなってきたじゃないか。さあ行くか、アッパーヤード。仲間とメリー号を取り戻すぞ。なんで神の試練なんざ受けなきゃならねえんだ。とにかくお前らは俺の身の安全を最優先だ。殺していい生け贄はあれだけか。心配だわ、メリー号に戻らなきゃ。ナミスワー、助けに来たよ。ほほほ、はいはい、メリー号に急ぐわよ。怪人ども、ゴッドエネルの試練を受けよう。我らの使命はアッパーヤードの一斉掃除。お前たちにもはや逃げ場はない。からは手分けして仲間を探そう。メリー号で落ち合おうぜ。私が雲で塞がれてる？雲を消せれば近道ができそうなんだけどな。
長浜くん、無事だったのね。ロビンも無事だったか。メリーゴーに急ごうぜ。ルフィか。助かったぜ。メリーゴーへ戻るつもりが見つからなくてよ。なあ、悪いが俺も迷子だ。仕方ねえ、勘で進むぞ。試練試練ととやかく言うが、正直俺らには身に覚えのねえ話だが、受けよう。スバクンダリのクソ試練。なぜなら、か弱いレディ二人を守るのが俺の役目。つまりそうだ。これは恋の試練。なさそうだな。ナミ、どうした？神の住む島、アッパーヤード。この島、まさか。これ、見覚えあるでしょ。この島、もともと地上にあった島なのね。そう、ここは引き裂かれた島の片割れ。この島は、ジャヤなのよ。だけどよ、こんな島がどうやって。あの化け物海流しかないでしょ。馬鹿げた話かもしれないけど、かつて
地上にあってノーランドが確認した黄金鏡は400年間空を飛んでたんだ。うわー、ありがとう神様。空島が黄金鏡だったなんて。これなあ、おい、黄金鏡にはでっけえ金があんだよな。ノーランドの日誌によると、そう、確かにあると。それ鳴らしたら石型のおっさんにも聞こえねえかな。聞こえるよな。よし、俺は金を探すぞ。莫大な黄金が私たちを待ってる。さあ、黄金鏡を探すのよ。あいつらどこだ。まあいい、大体地図は頭に入ってきた。右だな。箱舟マクシムの準備もできたし、そろそろ総力戦と行こうじゃないか。お気が悪いな。頼むの。頼む。よっしそのものなのね。シャン、それが古代都市。見つけたぞ聖怪人、覚悟しろ。サバイバル、私も参戦させてもらおうか。出たマスト直してやらねえと。何の音だ。船には誰もいねえはずだけどな。霧が深くてよく見えねえや。誰だ。メリー号が修繕されてる。ここに誰かがいたんだ。なあメリー、誰だったんだ。
キャンディアの相手はお前たちがしてやれ。あっちは私が片付けてこよう。将来的に暴れる。ひどいことするわ。
ままで進めないし、どうなってんのよ。黄金がかけらもないなんて話が違うじゃない。でもいいぞ。伏せろ聖海人。この島にとどまるならエネル同様に消すぞ。戦士カルガラの意志を継ぐ俺たちが鳴らしてこそ意味がある。俺たちは神を名乗る者たちに奪われたこの島を取り戻し、あの鐘をシャンドラの火を灯さなきゃならねえ。大戦士カルガラは400年前に村を救った恩人のために黄金の鐘を鳴らそうとしていた。同じ400年前、ある探検家が黄金鏡を見たと嘘をついた。世間は笑ったけれど、彼の子孫たちは黄金の鐘を鳴らせば世界で黄金鏡を探し続けている彼らに空にあったと伝えられる。この麦わらの船長さんはそう考えている。素敵な理由じゃない？こんな状況なのでね。そいつの、その子孫の名はモンブラン・クリケット。400年前の先祖の名はノーランドか。クソ麦わら、シャンドラの火を灯しに。お前、わかった、行こう。それならあの鉄雲を排除できる。シャンドラがあった場所は見当がついている。ついてこい。ドクロの右目と同じ場所、黄金があるとしたらそこかもしれないわね。いかん。
っかり手を出してしまったか。まあいい、生き残りを追い詰めてやろう。次の脱落者はお前か。なんだてめえは。俺は先を急いでるんだ。問答無用、排除するのみ。俺たちの金は、シャンドラの火はどこに。地図が示していた場所は確かにここなのに。政界の盗賊どもとシャンディアが手を組んで何を企んでいるのかと思えば、狙いはそれか。悩み多きこの世だ。子羊が何を望もうと構わんが、空に根付くこの国そのものが土台不自然な存在なのだ。土には土の、人には人の、神には神の帰るべき場所がある。そんなことをすれば黄金の金までも失ってしまう。あの金はあなただって欲しいもののはずよ。心配には及ばん。すでに金がある場所の目安はついている。このサバイバル、予想より生き残りが多くなったな。神が予想を外すことはできん。お前が消えろ、不届き。私は神だぞ。何事も意のままにする。私の思う世界を作るのだ。この箱舟の究極の機能への回路が開かれた。排出された雷雲はエネルギーを増幅させながらスカイピア全土を闇と共に包み込む。さあ宴を始めようじゃないか。アマラガン、ありがとう。エネルはルフィが倒してくれる。私たちは急いでメリー号へ戻るのよ。もはや手遅れ。誰一人生き残りはしない。これじゃ空島が跡形もなくなっちまうぞ。ルビー、そいつの落雷を止めろ。
だ邪魔をしようというのか。行儀は悪いな。ゴムゴムのキャノン、どーし。私は神だぞ。これ以上私の邪魔をするな。何もかもが無力、故に俺は神なのだ。エルトール。そうよ、少し考えれば分かることだったのよ。ルフィに雷は効かない、ゴムだから。もしかしてルフィはエネルにとって世界でたった一人の天敵。観念しろ。なんだというのだ、貴様。ほら、ルフィ、海賊でゴム人間だ。雷なら効かねと分かれば、それなりの戦い方がある。やってみろ。行ってろ、クソモノ。これは負けねえ。シャッター。シャよ。
走ろう、空島と共に。上等だ。